文化に合わせてアナゴを巻き寿司に入れた水槽があったら面白いのではないかというアイデアが出て、この水槽が出来上がりました。アナゴがなぜ狭いところを好きかって言いますと、この魚は夜行性、夜に活動が活発な魚となっています。なので明るいお昼のうちは、暗い狭いところがとても落ち着く習性があるので、こうして狭いところに好んで入るような様子が見られます。かわいい。恵方巻きは筒の部分がビニールの水道管で、黒い糊の部分がネットでできています。ご飯粒と具材を再現した部分は発泡スチロールでできています。すべてアナゴに影響がないように優しい素材でできています。この展示は、昨年初めて行ったのですが、とても大変好評いただきまして、お客様からは、アイデアが面白い、アナゴが可愛いといった、たくさんのコメントをいただいております。その反響にお応えして今年で2回目の展示です。